わしの前に立つかならば死ねえ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。やっ、せっ、はっ、はっ、はっ、やっ、せっ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。せっ、はっ、やっ、はっ、せっ、はっ、やっ、はっ、やっ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。やっ、目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。果たしてみせる。兄者こそ真の三国無双なり。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。
違うのみ。覚えておれ、わしの野望はまだ終わってはおらん。敵将討ち取ったり。おお、兄者やりましたな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。うん、楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。役賊董卓を打ち払い、洛陽を奪還した。連合軍の大勝利よ。皆勝ちどきをあげ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。おお、董卓をついに討ち果たしたのか。いえ、残念ながらここで討つことは叶いませんでした。なんだと。では何の用があって来たのだ。は、董卓は洛陽より西方へ逃げたというご報告に上がりました。董卓め、どこまでしぶといのだ。もうよい、ここは引くぞ。お前たちもさっさとしたくせい。お待ちあれ。董卓は体制も整わぬままに逃亡しております。直ちに全軍をもって追撃をすれば、その首を取ることはたやすいことでしょう。追撃はせぬ。こちらの被害も少なくないのだ。一度引き、体制を立て直すことが肝要である。それでは董卓も軍勢を立て直し、討ち取るのがより困難になりますが。義勇軍風情が私の指揮に口を出すなど、百年早いわ。我らは洛陽より撤退し、再び董卓討伐の策を練る。これは総大将たる私の命である。全軍に撃せよ。撤退の準備を急げ。呂布よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。親子だと。笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右狐、貴様がたぶらかしおったか。豚には贅沢な魚だ。これから先、俺は俺の道を進む。
トウタクは呂布の手にかかり死んだが、民たちの暮らしが良くなる様子は一向にない。未だ漢王朝は利権を貪る者どもの巣窟になっております。にわかには変わらぬでしょう。くそ、どんだけぶっ飛ばさなきゃならねえ奴がいるんだい、この国は。それほどにこの国の困窮は根が深いということか。で、これからどうするよ。連合軍も解散しちまったし、俺たちだけで都に乗り込むか。いや、それは無謀と言えよ。大義名分もなく都へ攻め入っては兄者が逆賊となってしまうぞ。今はひとまず至福の時としよう。いつか必ず我らの力が必要とされる時が来るはずだ。お前たち二人には苦労をかけてすまないと思う。だがどうかここは耐えてくれ。謝ることは何もねえ。兄者は兄者の動きたいように動けばいいんだ。さよう。兄者の志を支えることが我ら兄弟の役目。待てと言うならばいくらでも待ちましょう。いくらでもか。民が困窮する時世をこれ以上長引かせたくはないのだがな。